力を持つがゆえに道を踏み外す。道を踏み外すために逸脱した力を願う。この矛盾もまた人間の証である。紛争のない世界。調和に満ちた世界でさえ特例は現れる。何のために？
小生の相手か。戦いとは無縁だ。そう思わせる面構えだな。さしたる覚悟も高尚な目的も持たず、欲界に流されるままやってきた流浪者。そんなところか。
おめでとうございますご主人様。いろいろと予定外のイベントはありましたが、無事4回戦にまでたどり着きました。ここからアリーナの内容も厳しくなってきますが、めげずに2人で頑張りましょうね。
はあ。